Excel を使用すると、毎日の収支を家計簿として記録できます。日々の収支を記録することで、家計をしっかり管理しましょう。まずは、貯蓄目標や目標達成予定日を計画しましょう。それぞれ Excel のシートに入力していきます。月ごとのシートに毎日の収支を記録すると、自動的にその月の収支を計算することが可能になります。また、現在の支出や目標金額までの差額が自動的に計算されるようにも設定ができます。それでは、毎日の収支を記録していきましょう。まずは、その月の収入を記録します。こちらが記録画面です。このプラスボタンをクリックすると、その月の収支を見ることができます。定期的な収入はこちらから記録します。では、収入を記入してみましょう。次に、支出を記入してみましょう。Excel はこのようなデータを集計し、分かりやすい表やグラフで視覚的にデータを閲覧できます。では、3ヶ月後の収支ステータスを見てみましょう。ここでは、この3ヶ月間のレポートがまとめられています。まず、年間収支概要。次に、食費、日用雑貨、教育費、その他の支出。固定支出。そして、年間概要もこちらに集計されました。このように、Excel を使うと、日々の収支が分かりやすく視覚化され、収支のバランスが一目で分かるようになります。日々の収支を記録して、上手に家計を管理していきましょう。